サビさん考えていただけるとよろしいかと思います。まず皆さん、一つ目のボックスのヒントはこれですよね。つまり A、B どちらを選んでも SV が続いてますよね。そうすると皆さん、 B のオブがダメですね。前置詞の後ろに SV は置けないですね。もちろん後ろ SV ともなっておりますので、ざっとの省略ということでよろしいかと思います。で、皆さん、二つ目のボックスのヒントは、この緑のところですよね。つまり、彼がいなければ喋れないということですから、会議は延期されるんですよね。で、皆さん、最後のヒントは、このピンクのところですよね。もちろん、数日間お休みということですので、A の next week が正解ですね。ですから、A、B、A ということで、バッチリです。で、皆さん、この後、プットオフに関してコメントしますね。さあ、皆さん、先ほどのプットオフ、それの補足事項を言ってみたいと思います。皆さん、ご覧ください。先ほど出てきた例文です。そして、ポーストポーンも有名ですよね。ただ、プットオフとポーストポーン、この違いは分かってますか？まあ、訳し方はどちらも延期するでいいんですが、明確な違いはやっぱりあるんですね。もちろん、そのポイントは、期限の明確化でございます。つまり、期限が必要か不要か。さあ、皆さん、例文ご覧ください。Until next week。 そうです。プットオフの場合は、来週までという期限ですね。それが必要なんですね。一方、ポストポーン、特に期限は書いてませんよね。ですから、必ずしも必要というわけではないんですね。で、もちろん、この違い、どこから出てきてるんですか？と言われたら、イメージはこれでございます。プットオフのプット、もちろん、置くという意味ですよね。じゃあ、何を置くんですか？期限を置いてるんですよね。そういうふうにイメージしていただきますと、プットオフには期限が必要。こちらを押さえてしまえば、残りのポストポーンは期限書かなくても構いません。という違い。文法以外の分野でも問われる可能性ありますので、押さえてください。さあ、ノートを取る方はどうぞ。ということで、参考になさってください。